大セベりのロングシップ大セベりのロングシップを前方より見る。ノルウェーの美術と職人技の最も美しい造形風を受けて搬送するロングシップロングシップは主にスカンディナビアのバイキングとサクソン人が建造し使用した船である。彼らがヨーロッパ中世に海岸や内陸の集落を襲った際に用いたのがこの船であった。なお、日本語ではどちらも 船であるため、英語のシップとボートが混同されることがあるが、英語のロンボートがもっぱら刺すものは全く異なる。ロングシップは遠距離の航海を要する貿易、商売にも、またアイスランドやグリーンランド、さらに遠くまでの探検航海にも用いられた。ロングシップの形状は数世紀を経て改良され続けており、9世紀まで発展を遂げた。ノルウェーでは、 伝統的なロングシップが13世紀まで利用され、その特徴や外観は20世紀初頭まで西ノルウェーの造船技術に影響を残した。ロングシップの特徴は、優美で長く細い船体形状と速度を優先して喫水が浅く軽い木製の船であることである。喫水が浅いことで水深がほんの1メートルの場合でも航海でき、海浜に乗り上げる速度も速く。 また軽いことで、陸路輸送のために担いでいくことも可能にした。ロングシップは前後が対象となっており、交代も素早く行えた。ロングシップには、ほぼ全長にわたって、オールが取り付けられた。後世には一本マストに方形簿が付けられ、特に長い航海の間の小切手のローを軽くした。ロングシップは、当時のスカンジナビア海軍力の縮図であり、価値ある財産であった。 所有者の多くは海岸に住む農夫であり、戦争の場合は強力な海軍を作り上げるために王によって収益させられた。バイキングは戦時にロングシップを用いたが、戦闘用というよりも輸送用であった。10世紀の戦闘では船をつなぎ合わせて、白兵戦のための堅固な土俵となった。イギリスのような敵国からは、ドラゴンシップとも呼ばれた。有名なバイキングのロングシップは突然市場に、 登場したのではなく、数百年にわたる開発によるものだった。考古学者によって、この発展過程を示す多くの船、ボートの遺物が発見された。またロングシップについて書かれた石の彫り物やルーン文字が刻まれた石碑では、スカンジナビアの長い造船技術の発展を示している。ヨートスプレングの船ロングシップの初期の形の一つは、ヨートスプレングボートである。 低長13メートルのボートが、デンマークのアルス島の用途スプレング農園で見つかった。これは、紀元前350年から紀元前200年にかけて5枚のライム材の厚板を使って作られたと推定され、神に捧げるものとして、池に下ろされた初期の戦闘用のカヌーというのが解釈である。その形状は例えば重ね張り構造というような跡のロングシップの形態のいくつか示している。 船体溶板はクリートと呼ばれるくさび型の部材を継ぎ合わせ、内側からヘーゼルウッドのリブで固定されている。甲板材と船べりをつなぐ方法は、後のロングシップでは外洋公開に耐えられる構造として取られている。推進方法はパドルによる手漕ぎだった。ニュダム船ニュダム船ニュダム船は、用途スプレング船に比べてかなり改良されたものである。これは19世紀中ように、 ドイツ・デンマーク国境のシュレース・ビヒ近く砂棒から8キロメートルの地点での発掘活動で発見された3隻の船の一つである。年輪年大学による分析で315年頃のものとされた。ニュダム船は用途よりも大きく、技術的にも進んだものが見られる。低調は2 3ルで、大具材で作られている。当初、その板材は、 船体の全長に及ぶ一枚の板で作られていると信じられた。しかし年代測定のために板の資料を取ってみると、それはいくつかの長い部材を目に見えない継ぎ方でつなぎ合わせたものであることが分かった。板材は鉄のリベットで固定され、曲線の線種と線尾につなぎ合わされた。ニュダム線は推進方法としてパドルではなくオールを使った最初の北欧線と言われる。 オールは王木に固定された曲がりのある視点に取り付けられた。このことで速度を出せ、小ぎ手のローも楽になった。船体は細い V 字型をしており、速度や臨床差の点で有利であったが、安定さでは劣っており、マストや砲をつけることはできなかった。クバルスン・フナ・クバルスン船は、ノルウェーのクバルスンで2隻が発見され、7世紀のものとされている。 二隻とも同じ形状であった。低長は18メートルでやや短いが、大きい方のクバルサンド線は、二ダム線よりかなり幅が広く、潜伏は3.5メートルある。さらに明らかな違いは、強い流骨である。この改良によって、悪天候下でも航海が可能となった。クバルスン線には、木製釘で横木に固定されたオールがあった。搬送用偽装は見つかっていないが、 マストや帆を持っていたと思われる節がある。偽装がないことを除けば、クバルスン船は、ロングシップの最終型にほとんど近いものと言える。オーセベリセンスカンジナビアの帆船が絶え間なく、進化を遂げたことは、オーセベリ船で明らかである。この船は815年から820年頃作られたと見られ、ノルウェーのオスロの南ベストフォール県にある、船相撲から見つかった。オーセベリ船は、 最初の完全なロングシップの一つと考えてよい。その特徴は埋め込み式のマストとマストパートナーである。広大の船と比べると、大背びり船はやや壊れやすいものであり、沿岸水域でのみ使用されたか、あるいは早々用に特注されたものと考えられる。この時代までにリブ材の間隔が標準化されており、その強度も上がっていた。船体はより一層 V 字型をしており、 艇長も長くなった。この新しい船体形状は横方向の安定度は弱いが、速度重視の結果だった。一枚板を使う代わりに木材を継ぎ合わせて作られており、安定性や便称差は増した。大瀬ベ理船の艇長は21.5メートル、潜伏5メートル、総重量は11トンである。バイキングは優れた航海車であり、その船はロングシップと呼ばれた。 ロングシップは軽く、形状が優美であり、安定しており、強度があり、操縦性が良かった。バイキングは戦闘用には船を長く細くした。船体は波を切って走り速度が出た。船体に柔軟性があり、波に合わせて進むことができた。ロングシップは船底が平らでき水が浅く、水深が浅い海域や海浜でも行動できた。 ロングシップは28から30メートルの長さがあり、100名以上の人を乗せられるように作られた。船の速度は1時間あたり30から35キロメートルで走ることができたはずである。これはオールトホを持っており、気象条件によらず進行することができたからである。船は生の木材でできていた。流骨は1本の幹で、潜伏の板は何枚かの板を継ぎ合わせ。 線尾の柱は大きな曲線状の木材から切り出された。角度のある部材は強めの枝材から曲線のある部材は曲がった枝材から切り出された。ロングシップの建造では10個以上の道具が使われたと見られる。ロングシップはいくつかの型に分類できる。その方法は大きさ、建造方法及び評判の高さである。スネッケは ロングシップと考えられる船の中では最小のものである。通常のスネッケは全長17メートル、全幅2.5メートル、喫水はわずか0.5メートルである。搭載人員は約25名である。スネッケは最も普通に使われた船である。歴史伝承によれば、カヌートダ王は1028年にノルウェーで1400隻を使った。 また、ウィリアム征服王は1066年のブリテン信仰に600隻を用いた。ノルウェーのスネッケは、深いフィヨルドや大西広島大港の地域に向くように作られており、沿岸や海浜用に作られたデンマークのものより喫水が深い。スネッケは特に軽く作られ、港を持つ必要もなかった。単に海浜に持ち上げるか、陸路輸送のために船体を担いでいくこともあった。 スネッケはバイキングの時代が終わった後も改良され続け、例えばノルウェー人はより大きく重い船を作っている。ドラゴン船は13世紀のロロの佐賀といった歴史資料で知られている。資料では船は指で凝った装飾を施され、バイキングが略奪に行く時に用いられた。船首には竜や蛇のような威嚇する動物の掘り物がなされ、船と 乗組員を守り、北欧神話に出てくる恐ろしい海の怪獣を避けていたと言われる。この掘り物は、大背びり船と同様に儀式的な意味合いや、敵や住民を脅す意図があったかもしれない。佐賀に登場するドラゴン船の実物は、考古学調査によっても見つかっていない。それゆえに文献によって指示されるのみである。発見されたロングシップの中でも最大のものは、 1962年にロスキレ港でデンマークの考古学者発見したもので全長はほぼ30メートルある。この発見によって歴史家が抱いていたロングシップの大きさに関する会議が払われた。ロスキレ船はバイキングが貿易用に用いた輸送船であった可能性がある。ゴクスタ船、ノルウェーのオスロにあるバイキング船美術館の展示品数世紀に及ぶ改良後、 十分に発展したロングシップが9世紀の半ばに現れた。その長くて優美な形状や線尾に施された威嚇する首の掘り物はそれまでの船の作り方を踏襲していた。マストはまっすぐに船体の中央付近に立てられ、帆を下ろしたり上げたりできるようになった。潜伏は互いに固定されて波に耐えられるようにし安定性や合成を高められた。 長い外洋航海にも耐えられるように荷物や人を積むことができ、かつ速度や敏捷性も維持して戦闘用にも輸送用にも使えるようになっていた。木材はロングシップの基本的な材料である。船体の板からマストやオールまであらゆる部材に用いられた。バイキングは木材の材料や加工の方法を発展させ一つの科学にまでしていた。船体用の板材は 大きな多くの木から切り出された。節の少ない高い木の幹を半径方向に切り出しており、木目に沿う形になるために板材にはかなりの強度があった。また、乾いた時に縮んだり反ったりしないように切り出されても板。船の作り手は時を置いた木材よりも加工しやすい、切り倒したばかりの木材を用いた。曲面のある部材はもともとそのような形状をしている。 樹木から取った。このことで部品は単一の部材から製作することができ、船の重量を軽くすることができた。一石のロングシップを作るためにおよそ100本の多くの木が使われた。バイキングの造船車は設計図や工作使用書を持っていなかった。造船車は製造前に船の絵を描き、地面の上で一から作り上げていった。最初に作るのは 流骨と選手材であった。選手材の形状は色々な大きさの円形部品からなっていた。次の工程は潜伏用板材を作ることであり、選手から船尾にかけて橋を揃えて継ぎ合わされた。ほとんど全てのロングシップは潜伏用板材が橋を重ね合わせるやり方で作られた。潜伏用板材が所定の高さまで積み上げられると、 内側の枠と横の3が取り付けられた。部品は鉄のリベットで取り付けられ、成形用体材が流骨内側のリブに固定された。ロングシップでは潜伏用板材の1アードあたり約5本のリベットが使われている。ロングシップの広い船体は水面下の強度もありこれが安定性につながる。さらに水に浸かったり覆ったりする可能性を減らす。 船体はタールにつけたコケで耐水性を持たせている。秋に船体にタールを塗り冬の間にタールが乾くように船小屋に放置する。水が入らないようにオールの穴は木製の円盤で塞ぐことができる。オールを使用しない時は中から塞いでしまえる。ロングシップの穂は見つかっていないのだが、ロングシップには区形の穂が貼られていたという証拠がある。穂の大きさは 横幅で10メートルから12メートルぐらいで、食器を使っておられた、荒い毛織物だった。クナールとは異なり、ロングシップの穂は縫合されてはいなかった。穂はマストにあげられる。マストは、カーリングと呼ばれる、大きな木の塊で支えられた。カーリングは多くで作られ、バイキングの男と同じくらいの高さだった。カーリングは二つのリブの間に置かれ、広い辺が、 流骨に沿う方向にあった。カーリングにはもう一つマストフィッシュという木製の部品があり、マストを垂直に立てておく役目があった。極主タット船の復元、バイキングと名付けられ1893年に大西洋を渡った。バイキングは歴史的に見ても重要な海洋民族である。彼らは船の速度や風向き、潮の流れやその看板を知る専門家であった。 バイキングの公開技術はよく理解されていないが、歴史家の主張では、ある種の原始的やストロラーベを用いて星を目印に、進路を決めていたと考えられている。ストイエルナー・オッティというナノバイキングが、日の出日の入りの方向を示す改造を蓄積した。これがあれば、ロングシップで航海するものは、容易に目的地に着くことができる。初期のバイキングであるアルムグレンは、他の方法も挙げている。 角度の測定は、半輪と呼ばれるものであった。このことは、当時の船長や、長期航海の水先案内人は誰も知っていたことで、ある。太陽が出ている限り、羅針盤の4点を見つけるのは難しくなかったし、井戸を確認することにも何ら問題はなかった。陸地を見つけるためには、鳥が良いガイドになった。バイキングの伝説によれば、船にはカラスをカゴに入れて携帯し、 航海時に迷った時そのカラスを話したという。カラスは本能的に陸を見つけ、バイキングにその方向を教える、航海士となった。バイキングの羅針盤についても、ほとんどわかっていないが、これも伝説によると、水に浮かべた木片の先に、小さな磁石をつけて、方向を知る頼りにしたものと思われる。ロングシップには二つの推進方法があった。オールとホである。会場では、 ほを使って、オールによるよりも速く走り、また長い航海にも役だった。ほは素早く上げたり下ろしたりすることができた。オールは目的の陸地が見えた時に速度を上げるためとスタートさせるために用いられた。戦闘では風向きが変わりやすいので、オールを主要な推進力とした。ロングシップにはベンチがなかった。漕ぐ時には乗組員が箱に座って漕ぎ、漕がない時は、 片付けられた。箱はすべて同じ大きさに作られ、バイキングが座ってオールを操作するためにちょうど良い高さになっていた。ロングシップにはオールをかけるフックがあり、オール受けとなる湾曲した部材もあった。オール用の穴がない場合はロープで作ったわれ固定した。海洋を渡る航海には詳細で注意深い計画が必要である。それゆえに海に出る前には、 それなりの平坦準備が完成されていなければならない。食料、衣類を準備し、船体の検査が行われ、必要ならば修理が行われた。航海の目的が貿易の場合、商品が積まれ数が控えられた。戦闘時は武器を検査して整えられた。長い航海で何を食べていたかは明らかでないが、食料は何らかの手段で保存されていたに違いないと、見られている。 塩漬けにした食料を持っていった可能性が高い。肉や魚を塩に漬けてある程度の期間ランすることなく保存できる方法を知っていたはずである。燻製にした肉や魚を持っていった可能性もある。これらの保存食は今日の北部スカンジナビアでも生産されている。量や海中哺乳類の量も食料を得る方法であった。生打ちがバイキングの水譜に 人気の食料だったと考えられている。水夫の飲料は水だったが、ミルクや蜂蜜種も持っていった。液体は皮袋に入れて保管されたが、船の中のスペースを多く用した。貯蔵と同時にスープを作った理由を沸かすための大釜を持っていったかもしれない。船内のバイキングがどのような生活をしていたかについては、資料が残されていない。会場の船上で、 何が起こったかは推測できるだけである。ある程度確かなことは、実際の搬送や船と装備の保守が優先事項であったことである。搬送しない時は、魚釣りをしたり、歌を歌ったりと水夫は自由時間を楽しめたと思われる。この自由時間の過ごし方の一つが物語である。伝説が語られ、イミールやオーディン、トールといったバイキングの神々が登場した。 考古学者の調査では、バイキングは、チスやバックギャモンのようなボードゲームをやっていたということである。木切れや骨などを掘って作った部品が街でもまた、田舎でも見つかっている。ゲームをする時の盤や駒は、戦場での生活と結びつく形では見つかっていない。考古学者の調査では、他の民族と同様にバイキングが笛のような楽器を作っていたこと。 また、歴史資料からは詩を書くことが得意だったことが伺い知れる。上日のように戦場でそれらのことと結びつく生活をしていたかは分かっていない。バイキングは当時の造船技術においては先駆者であった。他の文明との接触によってその造船技術が広まり、11世紀から12世紀の船は多くをロングシップの使用を受けたものであった。 ポルトガルのポボアデバルジム港の船ランチャポベイラは基本をロングシップから取ったが長い船種も船尾もなく地中海式法を採用したこの船は1950年代まで使用された今日一石フェームで薄のみ存在する多くの歴史家考古学者そして冒険家がロングシップを復元してどのように機能したかを理解しようとしたこれらの復元物によって バイキングがロングシップを優れた船にするために行った改良の先進性を明らかにすることができた。ロングシップのある復元物では1日に223回りも航海できた。また他の例では8ノット時速1 5トル以上の速度を出せた。ロングシップは万能な船であった。幅広で安定性がありながら軽く高速で小回りが効いた。 これらの特徴を一つの船で実現したロングシップは、その後大型国船が出現するまで何世紀も並ぶものがなかった。ありがとうございます。